い、どうもゴゼイです。皆さん、本日何の日かご存知でしょうか？まあタイトルとか見てもらったら分かると思うんですけども、本日こちら、そう、12月24日クリスマスイブでございますね。まあ世の中のありとあらゆる人がね、浮かれポンチキになる日でございますよ。まあ明日がねクリスマス当日ってことで、今日イブなんですけど、まあ今日がね祝日、月曜日ってことで、まあみんながね出かけたりとかいろんなとこ行ったりとか、そんな今日がねメインの日になると思うんですけれども、まあじゃあそんなね周りの人たちが浮かれポンチキになってる時期に、後世何してんのって思うわけじゃないですか。なので今日はね、まあ、なんとなくこの見た目っていう格好をね見たら察してもらえるかと思うんですけれども、今日は僕のクリスマスの予想をお届けしたいと思います。それではどうぞ。はい、というわけで今回僕のクリスマスなんですけれども、はい、その通りでございます。草野球でございます。今回は、ね、年の最後の活動ということで紅白戦をやりました。いろんなところからね、いろんな選手が集まっての紅白戦でございました。というわけでこの日はですね、1番で出場させてもらいまして、もう回の先頭1番バッター、早速全打席見ていきましょう。初球、おー、カーブがボール球になります。2球目、思い切り準備して空振り。今回はね、大事な試合じゃなくて紅白戦なので、まあお祭り気分でね、思い切り打ってやろうという気持ちで打席入っております。そして3球目、これ打ち上げてサードファール狙い。あのピッチャーの方がね、60歳のおじいちゃんなんですけども、元気に今でもピッチャー投げてるんですよ。その球をね、ちょっとスローボールがね、難しくて打てなかったんでございます。そして2打席目、ピッチャー変わりまして、この人は確かね、海上保安官だったかなんだか、潜水艦に乗るお仕事をしてるはずです。確かでもガタイゴリゴリなんですよ。まっすぐがめっちゃ速い。バショーンと源まっすぐが来ます。初球もう怖い正直。2球目、まっすぐドカーン、これがストライク。まっすぐ速いです。とにかく力があって、手が出なかった、甘かったんだけどね。3球目、これ打ってファー。さあサードのフライ、また1打席と一緒か。おお、これは落とした昇竜拳、嬉しみの昇竜拳。昇竜拳出ました。ベンチも盛り上がっておりますね。ありがとうございます。さあ気を取り直して、これを打っていく。これがまたサードのファール。全くね、この日はまっすぐにタイミングが合ってなくてね。次のボールがこれ、これも捉えたんだけど、全然もうね、体が開いちゃってまっすぐ全然合ってなかったです。そしてこのボールがですね、高めの変化球、もうカットしようとしたんだけど、もう全然体が開きに開ききって、もうただのショートゴロ、ポテポテショートゴロで打ち取られます。もうこの日はバッティングどんどんダメだったですね。そして俺は守備で見せます。今度ピッチャーの頭を抜けるボテボテゴロ、サードがチャージして、んー、これピッチャー頭壊れるだけ、サードチャージ届かないからスルーしてショートに任せる。ショートの人に迷惑かけまくり、ショートの人が見事アウトにして、今回チェンジ、嬉しみのハイダッチ。そして次変わってショートでございます。これショートね、このレフトの前に落ちるかというちょっとね難しい当たり、ショートから後ろ下がってフライキャッチ。まあこれはね、普通のプレーっちゃ普通のプレーなんですけど、守備機会あんまりなかったんでね、このピックアップしました。さあそして3打席目、そろそろまっすぐに合わせたいと思ってる3打席目、いい加減打ちたい。初球から振っていきます。いやもう見てわかる通りね、もう体が崩されまくってるっていうかね、もう気負いで負けてるよね。2球目高めに抜けますね。でもそろそろまっすぐでタイミング合ってると思ってるんだけど、今回インコースが全然さばけなかったので、インコースをしっかりさばくぞという意識で打席に入っております。さあインコース来い、インコース来いとかかって、このチャンド、はい来た、インコース、おっしゃ、捉えた、いったか、手応えは十分。これはどうだ、いくか、レフト落下点、キャッチ。わずかレフトフェンス手前。もうこのうなだれよ。日頃の行いか言われてますからね。さあそして、まあ、今回はねお祭りってことで、ね、普段ピッチャーあんまりやらないんですけども、今回投げてみろということでね、監督が押してくれましたので、久しぶりに投げてみようということでピッチャーで上がりました。意外とこの日はね腕振れてたんですよね。はい
入りきんない、それとは入りませんもうみんな分かってらっしゃる、俺がピッチャーやるので、もうすごい結果にしかならないので、分かってらっしゃるんですよ。ただこの日は結構まっすぐ良かったんでね。さあ、最初のバッターかな、見ていきましょうか。先頭バッター、まず初球、これインコースまっすぐ、まあ、そんなにね、肩が痛くて腕振れるわけじゃないんですけど、しっかりストライクゾーンに投げれてるんですね。これ2球目、これもハットされます。まあ打たれるのはね、全然問題ないんでね、ストライクが入るかどうかで、これカーブをショートライナー、結構ね、ストライクはね、この日入ってたんですよ。はい、次のバッター初球、ちょっと高め抜けますね。はい、2球目、これがファールになります、まっすぐ。3球目、これがスライダーが外に抜けてボール、ワンツー。4球目、これをカットされて、ツーツー追い込んで、これがアウトコース低めに、ちょっと低すぎたかなっていうボール、ちょっと惜しかったボールで、フルカウントからこれファールにされます。まあ俺としてはね、まあ気持ちよく打ってもらってもいいし、なんかまあ三振取れたらいいなぐらいの感覚だったんですけど、これ最終的にちょっと力んでフォアボールになっちゃうっていう、この辺はちょっと体がばらつきましたね。で、次のバッター初球、まっすぐでピッチャーゴロなんですけど、これ一瞬投げるの躊躇するんですけど、これね、ショートが変なチャージしてて、セカンドがベースカバーしてゲッツー取れたんですけどね、まあ、ちょっとショートの方との連携がうまく取れなかったっていう打球ですね。で、次のタボールの初球で一塁ランナーが走ったのをキャッチャーがナイス送球でアウト、スリーアウトチェンジということで、まあ、フォアボール1個出したんですけれども0点に抑えれたと。そして次の回ですね、今回2回投げさせてもらいました。ただやっぱ2回からちょっと疲労もたまって打たれます。これもいい当たりをショートがうまくさばいてアウト、先頭のバッター者はうまくアウトにします。そして2人目、初球ストライク、ストレートがインコースに決まりました。そして2球目、スライダーをうまく合わされてセンター前にこれヒットになっちゃうんですね。取れるかなと思ったんですけどね、取れなかったんですよね。そして次のバッター、このバッターがね、うまかったですね。初球がスライダー、キャッチャーこぼして、これセカンドにランナーが行かれます。まあもうね、点差ね、今ね、これ7対0ぐらいでね、負けてるんでね、全然打たれても点取れてもいいやっていう、結構楽な気持ち投げてます。で、次のボール、アウトコース、ストレート、ワンワン、3球目、これ合わせられてファール、で、2ストライク、1ボール、追い込んだので、まあちょっとここは三振とか欲しい場面かなと思って、スライダー、これがファール。この日、変化球があんまり決まんなかったんですよね。で、次のボール。これもスライダー。今度は引っ掛けさせてピッチャーゴロ、これで2アウト3塁となります。さあ2アウトまで行ったんでね、でこのバッターがですね、あの侍っていうめちゃくちゃ強豪で4番打ってるめちゃくちゃいい選手で、ちょくちょくねこのチームに助っ人できてくれる選手なので、今回お祭りとかで来てもらいました。ここがもうね、真っ向勝負しようと思ってもね、マックスギアで全力で放っております。これが今の俺の全力ですさあ初球まっすぐ、ストレート、ストライク、2球目もストレートまっすぐで2ストライク、簡単に2ストライクと追い込んで、さあここはもう力と力の勝負で三振取りたい。3球目、まっすぐが高め、釣り球が外れてボール、ツーボール、ツーストライク、ワンボールですね。いやー、で次決め球のフォーク投げます。これが甘みに入った、タイミング外したはずなんだけど、うまく中間持ってかれ、もう嘘だろーって感じ。3球まっすぐの後抜いたフォークを打てると思う、このうわー、その後もね、これもう変化球打たれてセンター前で、次のバッターもうまく合わせられてセンターの前にポトンと落とされるヒットでね、その後も連打連打連打で、極めつけはこのバッターですよ。ドン、高めに抜けたストレートをもう左中間最深部に持ってかれるという、この回だから合計3失点かな、点取られましたね。なんか逆にここまで気持ちよく打たれるとね、そんなでもないですよ。で最後のバッターはスライダー引っ掛けさせてサードゴロということで、2018年最後の草野球をこれで終了いたしましたまあ打たれたりもしたんですけどね、最後楽しい思い出を作れたんでよかったと思います。というわけで、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画を見てください。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらをクリック。おすすめ動画はこちらでございます。ぜひチェックしてみてください。こっちの動画もぜひ気になったら一緒に見てみてくださいね。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またねー。